キャサリン、ケイト・エド・ウッズは、ホワイト・チャペル殺人事件の被害者の一人である。エド・ウッズは1888年9月30日、日曜日の早朝に2番目に殺害された人物で、その少し前にエリザベス・ストライドが殺害されている。この二人の殺害は一般に、ダブルイベントと呼ばれており、連続殺人者の切り先、ジャックの犯行と考えられている。また、 エドウッズは二人の内縁の夫のせいから、ケイト・コンウェイや、ケイト・ケリーという名前でも知られていた。エドウッズは1842年4月14日に、ウルバーハンプトンのグレースリーグリーンで生まれた。父は、ブリキ職人のジョージ・エドウッズ、母は、キャサリンであり、兄弟は11人いた。一家は、エドウッズが生まれた1年後に、ロンドンへ転居した。しかし、後に、エドウッツは、 ブリキの打ち出しの仕事をするためにウルバーハンプトンへ戻った。この仕事を失ってすぐバーミンガムに住む元兵士のトーマスコンウェイと親しくなった。エドウッズはコンウェイと共にロンドンへ転居した。二人は一人の娘と二人の息子を設けた。エドウッズは飲酒に端出するようになり、1880年に家族の元を去った。翌年にはエドウッズは 新しい愛人のジョン・ケリーと一緒にスピタル・フィールズのフラワーディーン・ストリート55番地にあるクーニー所有のコモンロジングハウスで暮らしていた。この場所はロンドンの最も悪名高く犯罪の多いスラムの中心だった。この地でエド・ウッズは家賃を払うために臨時で売春を始めた。コンウェイはエド・ウッズとの接触を避けるため陸軍恩急をクイーンという偽名で受給し、 息子たちの住所をエドウッズに秘密にした。死亡時、エドウッズの身長は152.4センチメートルで、髪は黒目の赤葛色、目は薄茶色で TC と読めるタトゥーが青色のインクで左前腕に入れられていたという。エドウッズの友人たちは、エドウッズは聡明で学問好きだが、攻撃的な気質があったと述べた。また、非常に陽気で、いつも歌を歌っていたとも語った。 1888年の夏、エドウッズとケリー、二人の友人のエミリー・ビレルは、ケントでホップを収穫する臨時の仕事を引き受けた。三人は、収穫が終わって、ロンドンへ戻ると、すぐに賃金を使い果たした。エドウッズとケリーは最後に残った六ペンスを二人で、分けた。ケリーは四ペンスを受け取って、コモンドジングハウスでの宿泊代として支払った。エドウッズは二ペンスを受け取った。 この額は、近隣の教区にある、マイルエンド臨時収容室での夜の宿泊代に、ちょうどだった。翌日、つまり9月29日の朝に二人は合流した。午後早く、エドウッズはケリーに、バーモンジーに行って、娘のアニー・フィリップスから金をもらえないか、頼みに行くつもりだと述べた。アニー・フィリップスは、サザークに住む、鉄砲タン屋と結婚していた。ケニーは、自分の靴を室に入れ、 午後8時のすぐ後に、裸足のままロジングハウスで就寝した。管理人代理によると、ケニーは一晩中そこにいたという。9月29日土曜日午後8時30分、エドウッズは、オールドゲート、ハイストリートに接する道で酔っ払って横たわっているところを、ルイス・ロビンソン巡査により発見された。エドウッズは留置所に連れて行かれ、それから、ビショップスゲート警察署に留置された。 エドウッズは警察署でナッシングと名乗った。エドウッズはシラフになるまで留置され、9月30日、早朝の午前1時に警察署を去った。エドウッズは釈放の際にファッションストリート6番地の住むメアリー・アイ・ケリーと名乗った。警察署を出ると、フラワーディーンストリートにある自宅への最大経路へつながる、右へ曲がらず、オールドゲートの方向である左へ曲がった。 午前1時35分、エドウッズの生きている姿が最後に目撃された。目撃者は、ジョセフ・ラベンダジョセフ・ハイアム・レビ、ハリー・ハリスの3人だった。3人はちょうど、デューク・ストリートにあるクラブを出たところだった。エドウッズは、チャーチパッセージの入り口のところで男性と話していた。チャーチパッセージは、デューク・ストリートから、 グレートシナゴーグオブロンドンの南の壁に沿って南西の方向へ進むとマイタースクエアにつながる。3人の中でラベンダだけが男性の特徴を説明できた。ラベンダは男性は立派な髭を生やしており、濃厚色のジャケット、まびさしのついた布の帽子、赤いスカーフを身につけていた。ドナルド・スワンソン警部は報告書の記述でラベンデの見た女性が エドウッズであるかは疑わしいことをほのめかした。スワンソンによれば、ラベンダは、遺体が身につけていた衣服の一部を見せられて、自分が見た女性の衣服と似ていると述べたが、実は、ラベンダに見せた衣服は、偽物だったという。それから間もなく、巡回の警察官のジェームズ・ハーベー巡査は、デューク・ストリートから、チャーチパッセージを沿って歩いていた。しかし、 ハーベイの巡回区域にマイタースクエアは含まれず、マイタースクエアに立ち入ることなく、チャーチパッセージを沿って、デュークストリートに戻っていった。エドウッズの遺体安置所での写真。検視で報告した後に撮影。午前1時45分、マイタースクエアを巡回区域としていた、警察官のエドワード・ワトキンス巡査が、マイタースクエアの南西の隅で、エドウッズの遺体を発見した。 バートキンスによると、その時は午前1時44分にマイタースクエアに立ち入っており、その前にマイタースクエアに来たのは午前1時30分のことだったという。バートキンスはマイタースクエアにある茶の倉庫に向かい、元警察官の夜景のジョージ・ジェームズ・モリスに助力を求めた。モリスは特に異常なことには気づかなかった。 マイタースクエア5番地にいた別の夜景やマイタースクエア3番地にいた非番の警察官もおかしなことには気づかなかった。警察医のフレデリック・ゴードン・ブラウン医師は午前2時以降に殺害現場に到着した。ブラウンは現場について次のように説明した。遺体は仰向けで頭は左肩の方に向いていた。両腕は遺体のそばにあり、そこに倒れ込んだかのようだった。 両手の手のひらは上向きで指はわずかに曲がっていた。差し抜きが指から外れて右側に落ちていた。衣服は腹部の上に引き寄せられていた。大体は何も身につけていなかった。左足は体に沿って伸びていた。腹部はむき出しになっていた。右足はももと膝のところで曲がっていた。ボンネットは後頭部のところにあった。顔はひどい状態だった。 喉は切られていた。ネッカチーフは喉の下を横切っていた。腸は大部分が引きずり出され、右肩の上に置かれていた。腸はいくらかのお物で汚れていた。遺体から切り離された60センチメートルほどの断片が体と左腕の間に置かれていた。見たところ意図的な配置だった。右耳の耳たぶと耳回は斜めに切り離されていた。 肩や上腕部のあたりの首の左側の舗装に固まった大量の血液があった。血の色をした化粧が首の下から右肩へ流れていた。舗装の傾きがその方向なのである。遺体は完全に暖かかった。死体の硬直は起きていなかった。被害者は30分以内に殺害されたに違いない。体表の打撲症を探したがなかった。腹部の皮膚に 血液はなく、ももの上に何らかの分泌物はなかった。周囲のレンガや舗装に血のほとばしりはなかった。銅のもとに血液の痕跡はなかった。遺体を取り除くと固まった血液の中に数個のボタンを見つけた。衣服の正面には血液はなかった。関係のある新しい痕跡はなかった。ブラウンはその日の午後に検視を行い、次のように記録した。 左手を慎重に洗うと、6ペンス効果ほどの大きさの打撲症が、左手の甲の親指と人差し指の間に見つかった。打撲症は赤く新しいものだった。右の向こう図に古めの小さな打撲症が数点あった。両手と両腕は褐色になっていた。頭皮や、遺体の背中、肘に打撲症はなかった。死因は、左の総頸動脈からの出血だった。 被害者は出血により即死し、死後に遺体が切り刻まれた。殺人者に多くの血液はつかなかっただろう。裂傷は遺体の右側でどうより下にひざまずいていた、何者かによってつけられた。左側の腹膜が切り裂かれ、左の腎臓が慎重に取り出されていた。殺人者は腹膜空にある臓器の位置とその取り出し方について、かなりの知識があるに違いないと思う。 取り出された部分は商業的な目的には価値がないだろう。人造を取り出す方法や人造の位置についてはかなりの知識が必要だった。そのような知識は動物を切り刻む習慣のある人は有しているかもしれない。殺人者にはこの行動を取る十分な時間があっただろう。少なくとも5分間はかかるだろう。一人の人間が言ったと思う。 警察医のトーマス・ボンドは、ブラウンの殺人者の技量の評価に賛同しなかった。ボンドは警察に、どの事件も、遺体を切り刻む行為は、科学的な知識や解剖学の知識がない人が行ったものだ。思うに、肉屋や馬肉畜殺業者、その他動物の死体を切り刻む習慣のある人物が、持つような技術の知識すら持っていないだろうと報告した。 犯行現場に最初に来た医師である地元の外科医のジョージ・ウィリアム・セ・ケイラ医師と、検視に立ち会った死の遺憾のウィリアム・セ・ジウィック・ソー・オーンダーズは、殺人者は解剖学の技術がなく、特定の臓器を探そうとはしていなかったという限界を抱いた。殺人者は腹部の傷に加えて、顔にも、裂傷を負わせていた。裂傷は鼻柱を横切り、両方にも及び、両目のまぶたを貫通していた。 鼻先と片耳の一部は切り取られていた。ホワイトチャペルロードにあるロンドン王立部。1966年、ロンドン大学の法医病理学教授のフランシス・キャンプスにより、これらの資料に初めて人々の注目が集まった。キャンプスは現存する文献の分析に基づき、遺体の列傷は専門家がつけたものではありえないという結論を下した。 エドウッズの検視審問は10月4日にしておぶ、ロンドンの検視官のサミュエルカイランダムにより開かれた。個別訪問捜査が実施されたが、怪しいものは発見されなかった。ブラウンは、エドウッズは地面に横たわっていた時に喉を切られて、殺され、その後に切り刻まれたという試験を述べた。エミリー・ビレルとアンケリーに発行された2枚の七札の入ったマスタードの缶が、 エドウッズの遺体から発見された。これが遺体の身元の特定につながった。ジョン・ケリーが新聞に書かれていた七札についての記述を読み、遺体が自分の内縁の妻のものであると認識した。遺体の身元はキャサリン・エドウッズの姉妹のイライザ・ゴールドにより確認された。遺体からは金は発見されなかった。エドウッズ殺害はシテオブロンドンで発生したが、 これまでのホワイトチャペル殺人事件が起こったホワイトチャペルとの境界に近かった。エドウッズの遺体は切り刻まれており、左の腎臓や子宮の一部が取り去られていた。これは切り裂きジャックの犯行の特徴であり、前に殺害されたアニー・チャップマンの事件の特徴と非常に類似していた。マイタースクエアの位置関係の都合で、ジェームズ・マクイリアム警部補の指揮の下で、ロンドン市警察が 殺人事件の捜査に加わった。それと、並行して、ロンドン警視庁も以前の殺人事件に取り組んでいた。エドウッズが殺害された、同日の午前3時ごろ、エドウッズのエプロンの断片が、ホワイトチャペルのゴールストンストリートにある108番地から119番地に、渡る、モデル住宅のアパートに通じる都口への通路に落ちて、いるのが発見された。エプロンの断片には、 地の染みがついており、糞便で汚れていた。エプロンの断片が落ちていた場所の髪型の壁に、チョークの落書きが書かれていた。落書きは一般にザジュブスあれザメン r e The Men That ブレイモド・フォーナッシングという、ユダヤ人への敵意を煽りかねない内容だったと言われる。この落書きは、殺人事件に関係があったかもしれないし、なかったかもしれないが、ロンドン警視庁のチャールズ・ウォーレン警視総監の、 命令で夜明け前に消されてしまった。ウォーレンが反ユダヤ主義の暴動の発生を恐れたためで、ある。マイタースクエアは三つの通りに繋がっていた。北東へ向かうチャーチパッセージ、南西に向かうマイターストリート、北西へ向かうセントジェームズプレイスである。ハーベージュンサは、チャーチパッセージからは誰も見かけなかった。バトキンスジュンサは、マイターストリートからは誰も見かけなかった。 殺人者は、マイタースクエアを北に出て、セントジェームズプレイスを通って、ゴールストンストリートへ向かったのは、間違いないことである。ゴールストンストリートは、マイタースクエアから歩いて15分の距離にあり、エドウッズが住んでいた、フラワーディーンストリートに直接つながる。エドウッズを殺害した犯人も近隣に住んでおり、殺害後に、そこに戻っていったことが示唆されている。 ロンドン市警察の臨時本部長のヘンリー・スミスは自身の回顧録でドーセットストリートから外れたところにある裏通りの空地の公共の流しで地に染まった水が発見されたと主張していた。水盤から水がゆっくりと流れ出ていたことから切りジャックは直前にそこにいたと推測した。しかし、著述家のマーティン・ファイドーは犯人が犯行から約40分後に 反公共の場所で手を洗うのを待っていたとは考えにくいという見解を抱いている。スミスの解雇録は信頼できず劇的な効果を期待して装飾されている。公式の警察の報告には水盤についての言及はない。10月1日、ソーシー・ジャッキーポストカードと呼ばれるはがきがセントラルニュースエージェンシーに届けられた。そのはがきには ジャック・ザ・リッパーと署名されており、自身がストライドとエド・ウッズを殺した犯人であると主張していた。また、この二つの事件をダブルイベントと表現しており、この故障はその後も使用されることになる。ハガキは殺人事件が公表される前に郵送されており、単なるいたずらであれば、事件についてそこまでの知識があるとは考えられないと論じられてきた。しかし、消し印は、 殺人が起きてから24時間以上後に押されており、事件の詳細が記者やその地域の住民に知れ渡ってからかなり時間が経っていた。後に警察当局はハガキを書いた記者を特定したと主張し、ハガキをいたずらとして退りけた。警察のこの評価は切り裂き、ジャック歴史研究家たちのほとんども同意している。フロムヘルレター1888年10月16日、 ホワイトチャペル時計団の団長のジョージ・ラスクのもとに人間の腎臓の半分が入った包みが送られてきた。包みと一緒に手紙が送られており、この手紙はラスックレターやフロムヘルレターとして知られている。この手紙はフロムヘルという書き出しから始まる。手紙の書き手は腎臓の残りの半分をあげて食べたと主張している。手書きの筆致や体裁は ソーシー・ジャッキー・ポストカードのそれとは似ていなかった。腎臓は近くのロンドン病院のトーマス・ホロックス、オープンショー医師のもとへ送られた。オープンショーは、この腎臓は人間の左側のそれであり、アルコールで保存されているという見解を抱いた。デイリー・テレグラフ氏は10月19日に、この人種のする腎臓は45歳女性から最近摘出されたものであるとオープンショーが述べたと。 報じた。しかし、同日のスター神で、オープンショーは、デイリーテレグラフの報道を強く否定し、腎臓の持ち主の年齢や性別は判別できないし、アルコールに保存されていた期間もわからないと述べた。スミスは、自身の解雇録で、送られた腎臓は、エドウッズから取り去られていた腎臓と一致していたと、主張した。送られてきた腎臓についていた腎動脈の長さが、 遺体から亡くなっていた人動脈の長さと一致していたという。また、エドウッズの遺体と送られてきた腎臓の両方にブライト病の形跡が見られたとも書かれていた。この回顧録の記述は調査を担当した病理学者が提出した医療報告書や警察の記録と一致していない。警察医のブラウン医師は送られてきた腎臓は整えられており人動脈は 完全に亡くなっていたと述べていた。ロンドン警視庁のメモには、腎臓の出所は、どのような遺体でもあり得るし、病院の死体安置所に由来する、可能性もあると記されていた。スミスの話は、歴史家からは劇的な話を創作するために放らに、書いたものとみなされている。また、腎臓は、医学生のいたずらである、可能性もあった。検視に立ち会った、ソンダーズ医師は、 報道に対して、エドウッズの右の腎臓は、構造の面で完全に通常で健康だったと述べ、学生がふざけて腎臓を送りつけたと考えていると語った。捜査の調整を行っていたドナルドスワンソン警部は、同じような腎臓は、検視を受けた死体から入手が可能であり、学生や解剖室の掃除人にもできると記した。ロンドン市共同墓地にあるキャサリンエドウッズの墓標。 キャサリン・エド・ウッズは1888年10月8日、月曜日にロンドン市共同墓地でニレ材の棺の中に入れられて埋葬された。318番広場にある無名の公共用の墓に葬られている。ケディとエド・ウッズの姉妹が葬儀に参加した。今日、318番広場は仮装された遺体用のメモリアルガーデンの一部に再利用されている。エド・ウッズは メモリアルベッド1849の前のガーデンウェイのそばで眠っている。1996年後半、墓地の運営はエドウッズの墓に名板をつけることを決定した。2014年、エドウッズの子孫の一人のものと一致するミトコンドリア DNA がエドウッズ殺害現場で回収されたと言われている。ショールから検出された。長異性領域から得られた7つの小セグメントの一つに、 基づいていて DNA が一致していると判定された。そのセグメントは 314.1C として記述される延期配列の変異が含まれており、世界中で29万人に1人という頻度でしか見られない珍しいものであると言われている。しかし、アレック・ジェフリーズ教授らは、これは実際は、 人類共通の延期配列の変異である 315.1C に対する命名法における誤りであると指摘した。現在 C、315.1C は、エンポップデータベースに登録された延期配列の99%以上を占めている。ショールから得られた他の DNA は、被疑者の一人であるアーロン・コスミンスキーの親戚の DNA と一致した。 この DNA の一致もミトコンドリア DNA のあるセグメントに基づいて判定された。しかし、この塩基配列がどの程度の頻度で見られるものかを推定できる情報は存在していなかった。ショールの持ち主であるイギリス人の著述家のラッセル・エイドワーズは DNA が一致したということからコスミンスキーが切り裂きジャックであると証明されたと主張した。しかし、ドナルド・ランベローは この主張を批評し、警察の記録には、エドウッズの所持品としてショールは登録されていないと述べている。ミトコンドリア DNA の専門家のピーター・ギルは、このショールは、羊が疑わしく、ショールを触った人々の中に、普段のミトコンドリア DNA プロファイルを共有している人がいた可能性があると述べた。エドウッズの子孫のうちの2名は2007年に3日間ショールが、 あるのと同じ部屋にいたことが知られており、ショールは多くの人が触ることができ、吐息や大液が当たる状態だったことを指摘されている。ありがとうございます。